梶川口駅は、山梨県西厚代組市川三里町黒沢にある、東海旅客鉄道ミノ線の駅である。特急、富士川を含むすべての列車が停車する。また、甲府からの普通列車の、約半数は当駅折り返しのため、富士方面の列車は減少する。島式ホーム一面二線と二本の側線を有する、地上駅。乗り場は、駅舎側から一番線。 二番線で、基本的にはそれぞれ甲府方面、富士方面の列車が発着しているが、折り返し列車の有無や、後続の特急列車の待ち合わせの都合上、これとは逆の方面への列車が発着することがあるなど、柔軟な運用がなされている。駅舎とホームは、落ち方の端にある、地下通路で連絡している。見延駅管理の無人駅である。2012年3月16日までは、 東海交通事業による業務委託駅であり、JR 全線切符売り場、自動券売機が設置されていた。夜間対白が2本設定されている。駅の構内市川大門方の線路脇には、JR 東海の梶川口乗務員休憩所がある。山梨県東計年間によると、当駅の1日平均乗車人員は以下の通り推移している。駅そのものは、 市川三里町黒沢に所在し、駅名の由来である、南駒郡藤川町梶地沢地区の中心部は、藤川を挟んだ対岸にあるが、駅周辺では、藤川町の町域が、藤川よりも、駅寄りに、競り出し、藤川町駅前通り一丁目二丁目及び、大沢駅前通りとなっている。特に、駅前通り一丁目は、駅がある市川三里町黒沢と、 県道梶じか口停車場線を挟んで接している。黒沢も梶じかもかつて、富士川の周運で栄えた場所で、この駅も開業した当初は、両社の名を取って、梶じか黒沢駅と言っていた。駅の北東300メートルほどのところで笛吹川と釜梨川が合流している。駅前に乗り入れる山梨交通見のぶ梶じか線、山梨交通が運行する。 三の町営バス三の梶川線が駅前に乗り入れている特急藤川の隣の停車駅は列車記事を参照のことありがとうございます